ちょっとセーブ、さっきセーブして情報を見たけど、あの後楽運がいいから、まあでも別に雑誌読む必要ないから、パラメータ的に。だからこういう時はこの何でもあげる、これがいいね。公園通りってやっぱり女性が多いかも。街並みも綺麗だもんね。そうなの。今日はこれくらいにしておこう。お茶しながらメモをまとめようかな。あれ、高瀬。また？これがお仕事？いや、今日はもう上がり。腹ごしらえしてたとこ。じゃあもう帰っちゃうの？帰ってほしくないの？ハバチャの新人記者さん。今なら7が貸し切りですよ。そうだな。俺がさっき食べたものの食リポでよければ。真に受けんなよ。冗談だし。目で訴えてみよう。目で訴えてみようって言ったな。私はもうゲームの指示には従うタイプだから。あんたって天然なんだか、釜かけ上手なのか、わかんねえ。タッチの方がよかったか。あんたって。あれ？あんた、あれあれ、目で歌えてみようって言った。あんたダメ。あんたって全然ダメじゃん。あんた食リポするほど食べてないっす。こするじゃん。こする以外はダメなの？一本取られた。記事にできたら面白そう。まあまあまあ、これはただの個人イベントだろう。いやー、まあしばらくこれ。おい、お前ら、俺が見えてんのかよ。あー、ちょっとこれは来週の日曜は課外授業だ。これはもう祈りにあのシフトチェンジしたから。いや、シフトチェンジってない、ね、狙い定めたから。今回はちょっと先生は休みの日に俺のこれはちょっとパスだな。ごめん。あの一応この全員ときめき攻略ではないからな。一応ね、これはあの全員ときめき攻略のつもりで2年間やって、3年目からこのデータからいろんなキャラのエンディングに分岐するというつもりだから、これ。ただ今回は祈りに決まったから。まあ、お前らの気持ちもわかるよ。んじゃ、気が変わったら言ってくれ。よし。よし、セクシー調教のための服を買おう。いらっしゃいませ。わ、スタンプだ。まあ一応これ使おう。セクシー、セクシー。これビビッとそうだな。ビビッとそうだな。いやー、一応これもセクシー系？まあ一応買おうか。これなんかトレーシックっぽいよな。ショート、なんでもショートならセクシー出るのはおかしいと思うけどな。まあまあ買ってみるけど、あんまねえなセクシー系。間違えた。まあ一応これセクシーっぽいな。これいつものセクシーまま中で来たらいいんじゃない？組み合わせたら。いや、これなんか結局これなんかナチュラルって気がするな。で
もこれかっこいいよな。でもこれ高いな。やめよう。これでもこれスカートだしな。スカート縛りだから。勝手に縛ってるだけだけど。セクシーっぽいのない。ワイルドっぽいの。これどういうこと？これも、まあこんな感じでやってみるか。アクセサリー欲しいんだな。ありがとうございます。アクセサリー。ジュエリーマリア。いらっしゃいませ。あの 50% まで、あの12以上買わないと。12円以上。ちょっとセクシーっぽいの。ネックレスもうあるしな。バングル持ってない、これ。ワイルドっぽい。よし。めっちゃ高えな。ここのやつ高いじゃん。コサージュ持ってないからな。ストールあるから、それはいいとして。これモードっぽいな。これ十分だろう。ネックレスはもうあるから。ネックレスある？まあいいか。まあいいか。高えしな、ここの。よし。どうも。本当。そう、これからもレベルアップ、レベルアップ。いい？マリー、おめでとう。素晴らしい成長ぶり。で、星座的にはどう？勉強の季節。でもなんか数字的にそんな悪くない気がするんだよな。それより全国大会近いからな。いや、でも7月のテストで1位取らないと。あの祈りのイベントを見るためにも。いや、一応全国大会負けてもいいイベントあるか。でも、負けたくねえな。負けたくねえな。新作アイテム見に行ってみよう。いらっしゃいませ。お一人様ですか。高瀬。なんでこの、なんかめちゃめちゃ出てくるようになったな。当ててやろうか。あんたがここに来たわけ。ズバリ、ハバチャに掲載されてた新作アイテムのチェックに行ってみたものの、すでに売り切れていた。ビンゴ。そんなしょんぼりした顔で一人喫茶店に入ってくる女子見たら大体想像つくし、あれハバチャに乗ってたやつ、発売当日にソールドアウトしたらしいぜ。なんか流行キャラって感じ。そんなあなたに朗報。5日後にネット通販がスタートする。もうワンチャンだな。あ、お試しあれ。まあでも主人公の服って期待服しか着てないけどね。まあ一応レベルアップのために光る、まあ光るでいいや、帰るでいいや。あ、マリマリで呼ぶな。もちろんいい。よし。ちょっとストレス高いな。どこに誘おうかな。一応誘うけど。はい。大丈夫じゃなきゃ出てないから。バイトはしてん、花屋だっけ。あ、じゃあこっち、いや、いつわからないから、こっちの方が安全か。
温水プールと、いや温水プール嫌いそうだよな、なんとなく。でも温水プールならなんかバッチリ取りやすいんだよな。あでもそうか、春、一応スチールを狙おうとするなら、だいたいこういうのなんか夏じゃないとないから、スチールありそうなのは、スチールありそうなのは一応遊園地。うん、もちろん行く。ゴーカード。わかった。遅れてなんて来ないでよ。ヒムロチといえば。じゃあ楽しみにしているから。スピード強だから。昔のヒムロチといえば、おお、ゴーカードになったぞ。よし、違うこれだ。ああ、特になんもないな。で、キャップになったな、流行のアイテム。じゃあ、若ざりつけたままでいいよね。若ざりはつけたまま。よし。じゃあ、コマンドの成功率は高いまま。まあ、あと一回勉強したら、柔道やろう。で、休日も勉強。結局、休日の勉強一番大事だから。で、ここで休憩。で、柔道の…マリー、明日お休みだしさ、用事がないならうちでお泊まり会しようよ。え、そう、女子だけのお泊まり会。え、あれ明日デートじゃなかったっけ。パジャマでガールズトークいっぱいしよう。やばいかもしれないからやめよう。大丈夫大丈夫、うん、このイベント見なくても大丈夫だから。気にしないで、また誘わせてもらうからね。まあ、それともなんかあれは、あの夜に行くからこのデートには影響しないとか。いや、そんなん分からないからな。そんなん分からないからな。それ分からないよ。キャップ？あ、キャップ持ってないな。うん、あ、そうだ、セクシー調教をするつもりだった。ウルトラセクシー、いやー、ないな。あれ？これ、あ、これ何の属性もないか。で、まあ、今春だろう。いや、これ、あ、これめちゃめちゃスポーティーじゃん。まあ、やっぱり結局お腹出すぞ。これもスポーティーなの。いや、結局これだな。これだけでウルトラセクシー。これビビット。これもセクシーだよね、一応。で、これを、これだったら、まあ、これどこがセクシーなのかよくわからんな。ほんな、普通にパーカー着てるから、着てるのにウルトラセクシーという。ほら、このやっぱり、これならいいか、これ。中に隠されてる。いや、違うのにすると、いや、これじゃ全然お腹出してないじゃん。まあ、これでいこう。まあ、結局、完全にあの、バングルのおかげだな。よし、セクシー調教。あらら、あらら、ちょっと目線ちょうだい。え、また。あ、はい、来た、ドーン。久々見つけた金の卵ちゃん。ね、君、デルモに興味ない？そして君は、え、斉藤、こんなになったの？斉藤君だ。だってなんか声同じっぽくない？ヒムロッチ。そう、知り合いの友達の知り合いが有名な葉月恵と一緒に仕事したことあるから
君もデビューさせちゃうけど。これは他人だろ、知り合いの友達の知り合い。なあ、そんな顔もできるんだ。これ女優もいけちゃうな。明らかに困ってる顔してますけど。遅れてごめん、とりあえず移動しよう。まあそれが一番いいね。何？遅れてごめん。ちょっとちょっと、横取りはタブーでしょうよ。第一線から退いて早数年、この私が声をかけるなんて異例中の異例なのに。マジでこうなったの斉藤いつものやつ。だからどうかした？まあまあまあ、氷室も40代になったしな。ほらこっちに来て。え、冷たい言い方。あ、もしかして反抗期？は？なんで僕が反抗期？何？今取り込み中。あ、もっとおっかない顔。一旦吐けます。誰が反抗期だ。反抗期みたいなもんじゃね、ツンデレ言っておくけど、僕だってアイスを振りまくくらいできるから。ほら行くよ。いや、ま、見たことないけど。反抗期って誰かに何に乗る？よく言われてる的な。ジェットコースターでよくない？怖くないんだ。などうかした？怖いのがよ、怖いって言いたくないんだけど。もしかして甘えてる？いや、誤解です。勘違いです。あまりはしゃぎすぎないで。うるさいの嫌だし。そんな好きでもない。なんかスピード狂の顔してるな、祈り。久しぶりに乗ったかも。いや、そうなん？あの4人程度の時めっちゃ乗ったんじゃないの？いやー、これでバッチリ好印象出されても、むしろ私の祈りへの好感度が下がるから、これはダメとして。私は怖くねえよ。へえ、よっぽど好きなんだ。まあまあいいんじゃない。くすぐったいんだけど。キラキラがたくさん出たんだけど、さっき。可もなく不可もなし。まあ気分転換にはなったかな。何？別にドキドキとかしてないし。ねえ、この後まだ時間ある？大丈夫だよ。なら寄り道いいでしょ。何？じゃあ手、この時に大体手だ。つなぎたいの？わしからつなぐ。あ、これは普通に来る？あの、自分から森林公園に行かなくてもいいってこと？ああ、じゃあピンクの一階。蛍の光って死者の魂って言われてるんだっけ？どういう話？これだけ自由に飛び回れるなら、ナスやキュウリに乗る必要なんてないのにな。ん？お盆に準備する？そう、少量馬のこと。ナスに足つける意味わからない。前も言ったけど、嫌いって次元の話じゃない。食べる神経がわからないだけ。僕のこと子供っぽいって思ってるでしょ。それって君が料理するの？いや、でも嫌いなものを無理やり食べさせるのも、基本的にしないけど、なんかのプレイだったらいいぞ。嫌がらせのプレイ。君の手料理されど、ナス嫌い。こんな本音聞いてもどうしようもないんだけど。うん、それじゃあ
また。何その目、帰りづらいんだけど。あれ、なんかアクション的な、なんかないな。目だけの反応だよな。あのメガネを取るつもりでやったんだけど、いたずらで。まあスキンシップ成功したろ。悪くなかった。少しか。いやー、しばらく柔道じゃない？柔道じゃない？柔道だよな。あと一回勉強したら柔道。つかさ、ちょっと質問。今度の日曜空いてるか？いや、申し訳ない。タイミング悪かったか。そう。いいよ、こういう間の悪さも俺たちっぽいし。じゃあな。あのサッサも一回断ったし大丈夫だろ。あ、いた。こいつが本命だからな。僕たちこれから学食行くんだけど、君もどう？そりゃ行くだろう。うん、じゃあ行こう。まだ全然爆弾ないな。何にしよう。おお、焼きそばにしようかな。焼きそば好きな方だよね。な、同じやつ真似した。いただきます。そういえば。へえ、それでそれで。ああ、やっぱりこの組み合わせないんだ。やっぱり仲良しグループは3種類だけだったな。ああ、そういうこと。今日は一緒に帰るぞ。拒否権ないんだ。つかさ、最近忙しいのか？あの祈りくん落とすのに忙しいよ。あっさ、じゃあこの前はたまたま忙しかったってことか。お、デート断ったからのイベント？忘れてんのかよ。こっちは真剣にプランねって誘ってんだけど、デート。おん、じゃあこのイベントはあのデートの誘いを断らないと見れないイベントってことでしょ？一応レアな方じゃない？あの断れない人をたくさん、あのこのゲーム やるとき、この断れない人もたくさんいるから。たく、バタバタしてるのは生まれつきだろ。どういうこと？その日だけバタバタしてたの？はいはい、断ったことに深い意味がないことだけは十分分かったよ。もうお前はターゲットから外れたってこと意味だよ。今度バタバタしてない時に誘います。申し訳ないけどね。でもこの状態だとこのイベントは起きるけど最後来ないってことでしょ。この風間はもうハードマックスだから。いやー、それはどうかな。へえ、やるじゃん。よし、こまめにセーブ。祈りが一番好感度高いキャラになった？まだ？いや、まだまだだな。まあ、もうターゲット絞ったし、これももっと誘おう、祈りを。下校イベント全然出ないな。どこに誘おうかな。いや、これ、若い王子が立ち上がる歴史スペタクル映画、近いかな。全然好きじゃなさそうだな。まあ、柔道、ここから柔道やりまくるんだけど。桜も、キャンプしてみるか。新しいところだし。
じゃあ牧場行って、牧場行ってキャンプしよう。はい。もしもし。ヒムロッチで呼び方多分無理だろうな。大丈夫じゃなきゃ出てないから。で、どうしたの？ でも一応試してみたいよね。出てきたら。まあまあ、ここは、行かないな。フリーマーケット、は。牧場、その日が、開いてないの？あるけど。わかった。必ず誘って。そんなに牧場嫌い？いやー、よくも私の一日を無駄にしてくれたな。いや、この本家ときメモとかだと、ダメでも、その次の日曜日ならいいぞって提案してくれるんだけど。システム、この CS にも早く採用してくれ。まさかまだ採用してないのか。ミジルだ。まあ、早く帰ろう。ああ、拒否られた。いやー、男の子に会いたいんだよな、結婚の時。女の子じゃなくて。練習。全勝。ま、いつも、プレゼントは買う。これ実用的だな。じゃ、手作りならまあ、みんな喜ぶんじゃない？あ、3年目はサンリッチが正解だろう、多分。お、元気だな。当たり前だろ。ありがとうな。おお、わかってるな。さすがだ。ありがとうな。ずっと教卓の上に置いて授業するか。それじゃあ目立ちすぎですよ。じゃあ家に持ち帰って一緒に寝るか。うん、じゃあこのセリフに合うプレゼントの方がいいってことだよな。まあまあ寝る。キャンプはちょっと諦めよう。バイトもしてるからな、ちゃんと中途しないと。クラブ活動も全力で、お前らしいな。無理すんなよ。いやあ、また女の子。もう、じゃあ男の子の呼び方変えられないじゃん。もちろんいいよ。いや、こういうとこだよな。うんうん、まあね。でも競技に出るのは嫌い。それよりさ、男子がここぞとばかりに女子にかっこいいアピールするじゃない。誰が誰を意識してるとか、そういうドラマを見るのが超楽しいんだよね。ドラマ全然なし。あ、爆弾。あ、いや、なんかこの夜の部屋の画面を見ると爆弾の感じがするから。寝てた。いやいや、爆弾かと思ったから。あのさ、出てこらんない。海で待ってるから。スキー状態のイベントだね。ゆっくりでいいから足元気をつけて。まあ、何しようとしてんの。ったく、言ってるそばから。いやー、これ私ほら、手貸して。転ぶ主人公嫌いって言ったよね。それはこっちのセリフ。海を貸し切ったからってこんな朝早くに呼び出すの非常識だって分かってる。商店会長にお願いしたんだ。毎年ここでやってるサーフィンのエキシビションを主催してくれる人でさ。だから誰その商店会長。まさかサイキテルが商店会長。うん、あ、それでもサイキテルのおじいちゃん。今日のこの時間ならいいって。
君がいなきゃ意味がない。めっちゃ好感度上がった。あちゃん、確かに前は一人で波に乗るのが好きだったけど、今は自分のその好きを誰かと共有するのも悪くないかもって思った。もっとも誰かの範囲は限られるけど、このスチールのまま喋るのをやめてくれない？手が気になるんやが。無駄話は終わり、サーフィンに集中して。なんで主人公ははいなの？後輩やぞ相手。 何がはいだよ。どういたしまして。君にその気があればまたいつでも。会長にもお願いしとくし。いや、あんま興味ないからいいや。それは君の都合、僕は僕の都合で動くから。ノーコメント。さっきの攻め方は悪くなかった。いや、新しい季節になったから日も川、本当に深海に潜ったかのような雰囲気。おー、変な魚がいるよね、多分深海魚だから。まあまあしばらくは、試合までは当然やる。キャップ持ってないな。キャミソブルセンス、あ、これならいいんじゃない、いけるんじゃない。うん、もう終了。あれ、ここからもうバイトできないってこと？昔こんなことないのにな。3年のこの後半からアルバイト始めるのダメなんだ。まあ私は普通の浴衣でいいや。誰どこ、まだ読んでないのって。うん、まあ体育祭はやってない、競技やるよ。午前は頑張ったし、お腹が空いたな。今日も元気？マリー。マリーって呼ぶな。ねえねえ、よしよし、行こう行こう。やったの。三影先生ってミステリアス、そう思わない？ああ、あの左のくるくる、それとも上のクロワッサン？上のクロワッサン、あるじゃない、前髪の上にくるくるってした髪。最初エクステかと思った。私も教師にしてはすごく目立つから、わざとしてるのかなって。くるくるとクロワッサンか。そろそろランチ食べよっか。マリー超かわいい。体育祭だ。じゃあやったこと新しいやつやろう。大丈夫、運動高いから多分。よし、タイミングバーを止めてより強い力で綱を引きましょう。5回操作を行い、引いた力の合計で勝敗を確定。左右動きます。強くなるポイントを狙ってボタン、このボタンで止めましょう。まあ、A ボタンね。もう、重頭部やぞ、こっち。あんまり最大狙わなくてもいけるんじゃね？よーい、始め！あんまりその、ああそんな、あ、3回、あの、スタイル体になるとゼロになるわけじゃないから、結構ギリギリ狙ってもなんか安全だね。あれ、あ、簡単な方だな。あの、普通となんか普通こういうゲームって
あの0から100までのゲージがある場合、100になった瞬間 の次の瞬間0になったりするから、じゃあ私はちょっと80から95くらいで狙った方が安全かなと思ったけど、さっきのはなんか100になっても99までに戻るだけだから簡単だな。綱引き、おめでとう。ちゃんと見てました。なんかさ、こっちが力入ったよ。またお前が好感度高いのか。祈りもっと程度するわ。もっと、え、どれ見せてみろ。どういうこと。ちょっと赤くなってんな。綱で火傷したが、次のフォークダンス休んだ方がいいんじゃないか。他のやつと手つないでバイキン入ると危ない。やだやだやだ。あ、まあ普通のイベントかこれ。次は2年生男子による綱引き団体戦です。あ、いのりくん、綱引き参加するんだよね。残念ながら2年男子は全員参加。私もさっき綱引きやったよ。今回参加者に1人欠場が出ましたので、急遽代打として氷室教頭先生に参加していただきます。楽しむ段階への到達が困難だ。氷室何やってんの。そして私の身体能力がそのような特色を示すのであれば、やはり別にあいつ運動ちょっと音痴じゃね、運動音痴、そういう言い方もできる。まさかの氷室っち参戦。ああ、そうか、こんな感じだと多分氷室っち呼び無理だな。この人たちも氷室っちという呼び方が浸透されてるんなら、やっぱり祈りっちはないの。嘘でしょ。氷室先生が綱引きに参加。正式にアナウンスの通りだが、諸君は私に遠慮することなく全力で取り組むように。よりにもよってだな、教頭が参加するって普通あり。なんでレイチさんじゃなくて教頭先生なんですか。先生なら他にもいますけど。クラス担任を受け持つ先生では公平性を保てないためだ。そうなの。質問は以上か。では各自位置につくように。頑張ってね。はあ、やるしかない。いや大丈夫、氷室っち弱いから。位置についてよーい。シール出るなこれは。みのりくんと氷室先生はどういうこと。端と端、何このスチール、なんだこのスチールは。いや氷室ち別に強くないだろう。お前もう年だしさ。敗北を恐れるな。思い切り引き勝利をつかめ。それが綱引きだ。しかも綱引きって結局あの団体のあのみんなのなんか協力のあの良さが決まるんじゃない。一人の力じゃないけど。そうだ、このまま引っ張れ。引き続ければ絶対に負けない。そうじゃないけど。それが綱引きだ。え、あんな格好で参加したことを後悔させるぞ。あんな格好、まあ、いつも鈴姿だしな。この程度か。このまま一気に決めるぞ。な謎イベントだなこれ。氷室テレパシー。何そのファンタジー地味できたな。引き分けかよ。惜しかったね。こんなはずじゃなかったのに。勝負がつかないとなるともどかしいな。いや別に氷室ちはもう年だから。負けさせてもよくない、このゲーム的に。来年こそ絶対に勝つ。やっぱり1位はまだリョータ。ああ、
やっとだ。待ちくたびれた。たく調子のんな。お前と他のやつが踊ってんの見る時間が長すぎんだよ。見てなきゃ危ないだろ。っていうか恥ずかしいってなんだよ。あ、どうも。やっぱこういう、やっぱこういう反応だよな。もう王道だけど結局こういう反応がいいんだよな。結局だから氷室地の独走が止まらないわ。だわ。こちらこそ足踏まないでよ。結局こうだよな。君と手つないで踊るのって幼稚園以来かな。だからさっさこういう路線か。ちょっと爽やかすぎるな。もっとなんかまだ私はあの鈴鹿みたいな、ほらめっちゃ慌てるみたいなのがよかった。いや全然。でもそんなこともあったんじゃないかってさ。仲良し3人組だな、4人組だな。ん？今海でサーフィン教室開催中。生徒は寮、あー、あのスチールイベントか。もっと腰を落としてください。なあ、姿勢が悪い。亮太先輩、グラグラしすぎですよ。望む先輩は、さすがです。やってんね。なんでお前がいるんだよ。およ、君もサーフィン教室入るの？見学ってなんだよ。見学は見学だよ。亮太先輩、集中。祈り、お前の差し金だな。なあ、あとどれくらいこのポーズ続けるんだ？僕が OK を出すまでです。さっさがサーフィン教えてくれなんて言うからだ。呼び方全然変えらんねえんだけど。ずっと下校中、女友達しか出てこねえんだけど。なあ、そろそろ海に出ても。お、この距離だとズボン見えるね。この海に来た時の服装。海を舐めてかかると大変なことになります。まだ早いです。サーフィンが砂の上でやるもんだって初めて知ったよ。じゃあ今日の授業はこれまで。みんなでジュースでも飲みましょう。じゃあ試合まではこれをやる。いやー、でもバイトもあるからな。ギリギリ勝つって感じになるかもしれない。どういうか解消かこれ。いやーでもこの学力で、期末テスト、このままずっとこれやって期末テスト1位なら問題ないけどな。いやー、でもそれにも祈りも全然なんかダメだから、うん。司先輩、来た来た、やっとデートの誘い。あのさ、今度の日曜、よしよし、空いてる？空いてるよ。牧場行ってみない？お、前回誘ったじゃん。そう、待ち合わせはどうする？いいよ、じゃあそこで。うん、僕も。それじゃあ当日遅刻しないように。もうグループデートなくなったな。あ、続き？マリー大丈夫、マリーに打ち明けることにしたから。結局どういう悩み？しょうもない悩み。実はそういうオチ。あのね、これ漫画の本。そう、今連載中のラブストーリーなんだけど、二人の男の子の間で心揺れるヒロイン、幼馴染と学園の王子様なんだけど、どっちも素敵でね。
はあ、やっぱりしょうもない悩みだったな。ヒロインだってこんな素敵な男の子が身近に二人もいて、どちらからも好意を寄せられたら、それは悩むじゃない。このモヤモヤしたヒロインの気持ちにものすごく感情移入しちゃって、お話の続きが気になるんだけど怖くて読めないの。全く共感できない。できない。ヒカルはこういうのが好きじゃないからちっとも共感してくれないし、だいたいこんなこと言えないし。だからマリーお願い、あなたにこの本を貸すから読んで。いや私も一緒に気持ちを共有してくれない？ヒカル派だからそういうのをもう今最近見る気しないから。一人で切ない気持ちでいるのが本当に辛いの。マリー一緒に悩んで語り合いましょう。マリーって呼ぶな。そういう設定なんだよな結局大体可愛いと強いって両立すんのな。同じセリフ言うんだ。柔道部の練習試合全勝したんだろ。このまま両立で頼むよ。両立で。ああ、まあ同じ好き状態のセリフ、もしかして実は全勝じゃなくても、いや全勝じゃないとセリフ出てこないとか、うーん分からないけど、全勝って実はあの日一日ので試合で全勝って意味。ああならわかるわ。なら大丈夫じゃん。なら一応収集できるじゃんセリフ。防水スマートウォッチ、あ実用的なのがいいんだ実は。待ってました。待ってたの？うん。もうなんだったらさ、こっちから君のとこ行きたかった。そんな。うん。すげえ楽しみだよ。で、何くれたんだ？おお、いいじゃん。さすが君だな。どうって、俺の好み分かってるなって感じで、すごい嬉しいよ。こりゃしばらくテンション上がりっぱなしだよ。よし、牧場ね。でウルトラセクシー、いやーでも今今夏だから、まあ腹出していこう、しょうがないから。流行？流行はいける？いやもう流行どうでもいいや。セクシー調教すればいいよ。いいでしょ。家にいても落ち着かないし。落ち着かない？悪い。何その楽しそうな顔。もういい。置いてく。あ、これサンプルボイスで聞いたやつだ。何？知らない。何をしたんだ主人公。ふーん、なるほどね。いや、ま、よし、順調に調教してる。ほんと羽ばたき師って何でもあるよね。そういえばワイルドできそうじゃん。次のデートの時ワイルドのコメント聞こう。のどかな空気も楽しめていいよね。キャンプ場行ってみない？いいね、賛成。どうかした？じっと見ないで。自然しかないな。しかないな。これまあ悪いことはならないだろう。どうせお前頼られたがりだろう。自然しかないな。いや頼られたがりじゃない？いやね、まあ、キャン、まあ、女攻め中的にこれはちょっとな、いや、でも攻略、大丈夫、まあ、そんな悪い印象でも、まあ、デートしてたらいいよ。まあ、その、悪い選択肢選んでもそんな、そこまですっごい影響があるわけじゃないから、このゲーム。うん。悪くない提案。なら、材料準備して、早速焼こうか。まあ。いい感じか。何？
まあいい感じならいいや。じゃあ見る。照れるんだけど。主人は何したんだ。また誘うからよろしく。どうかした。別にドキドキとかしてないし。ねえ、この後まだ時間ある？なら寄り道いいでしょ。どうかした。で、この後の希望ある？結構いいんじゃない、スキンシップ。よし。青はなんか沈めるとかそういうのって言ってなかったっけ。いやでもこの人とは解消しなくてもよくない。黄色いなんか、黄色いなんか学校の話っぽかったけどね。まあ一応ピンクやろう。あのさ、ん？僕たちなんだかんだ二人でよく出かけてない？それがどうかした？そう、どうかしてる。こんなこと今までの僕じゃありえなかった。他人と時間を共有したり何かを共感するなんてめんどくさいし、その時間がもったいないって思ってたのに、今は楽しいって思ってる自分がいる。それどころかもっとって欲張ってたりする。結局これって別に水晶玉とかじゃなくて、なんか本当にここに来るといきなりなんか本音を語っちゃおう的なやつだから、普通に面倒向かって喋ってるんだよね。なんか夢なのファンタジー要素じゃなくて。いいことなんじゃね。よくない、調子狂う。本当らしくない。こんなたわいない会話すら楽しいなんて。うるさい、僕に何してくれたの。これは可愛い、これは可愛いよ。いやー、これは久しぶり。これ何して、そういうの好き。僕に何してくれたのみたいな、そんな出れ方好き。もう独走じゃん。全く他のキャラささ、まあまあまあ、うん。それじゃあまた。どうかした？メガネ見る？そういうのはまたいつか。いや、なんか違う意味に取られてない？うわー、学力これで足りぬかな。いやでも柔道やらなきゃ。なんだ？寝癖ついてる。違う、そっちじゃない。お前も寝癖いつも ついてるようなもんじゃないか、お前の髪型。少しうつむいて。うつむいて。うん、これでよし。そういえばこいつ身長いくつ。もういいよ。覚えてなかった。どういたしまして。お、かわいい。何このちょっとしたイベント。あ、やっと来た。全然音沙汰なかった。大地くんよくない。いやー、やっと出てきたからちょっとあれだから、ちょっとあれだから、ちょっと一緒に帰ろうと誘う。白根くん。あ、ほんまに会えた。どうしてここに？あ、よかったら一緒に帰らない？うん、そうしよう。じゃあ行こう。一応イベントを見る。もうすぐ来ます。え？なんて、なんでこれ、普通にって下校イベントあんの？あかん。え、もしかしてピンチ？そうかもしれへんな。このままやと、また満点逃してしまうわ。苦手教科は勉強したところでどうしても引っ掛け問題に引っかかってしまうんや。どうしたら罠を見破れるんやろう。いや、引っ掛け問題っていうのはあんま良くないよね。私的に。
生徒を騙す必要ある、引っ掛ける必要ある、注意力テストならともかく。もしもし、マリー。爆弾か。大変なことになってるよ。やっとか。最近さ、身近な男子に冷たくした覚えはない？無視したり、冷たくあしらったり、デリカシーのない会話したり、他の男子と仲いいとこ見せつけたりさ。他の男子と仲いいとこ見せつ、ん？さっきの校内のあれ？祈りを見て。男子って案外繊細なんだよね。ちょっとしたすれ違いでもズバッとハートが傷ついちゃう。いやー、多分その傷がさ、心の中で爆弾に変わんの。そういう男子が今マリーのそばにいる。マリーって呼ぶな。知ってた？というか誰なのか直接教えろ。マリーもわかると思うけど、イライラって自立もすると急にドカンってなるじゃん。だからそうなる前に対処しなきゃね。まずは傷ついてる男子が誰か知ること。どうしても分かんなかったらヒカルに聞いて。マリーのために全力で調べてあげる。で、それが誰だか分かったら手っ取り早く電話しちゃえ。直接話せば誤解も解けると思うから。マリー、頑張頑張。困ったらヒカルに電話してね。サリュー。サリュ。まあ一応聞くか。誰結局。いや、ちょっとこのファッションのなんか秘訣まだある？おしゃれ今。あー、結局これが最終4レベルになったけど、結局これしかないな。ファッションの好み。ちょっと調教の身長はどう？セクシー結構好きになってきたから。まあまあ、ワイルド、まあビビッドめちゃめちゃ好きだから、こいつ。いけるだろ。そういえばこいつは。あ、セクシー、この二人セクシー好きなん？悪魔好きなん？ああ、そうか。じゃあ爆弾誰？いやー、りょうたか。あ、違うか。お、来た、祈り来た。いや、これはいいぞ。これは予想、あの、いい感じ。これだとイベントは祈りが出てくるようになるよね。よし。ああ、確か、流行結構